書解説、上級入試漢字。2011年桐原書店から出版された参考書で、基礎から最難関大レベルまで非常に幅広く漢字を網羅しているぜ。主な特徴は以下の通りだわ。先ほど言ったように基礎から最難関レベルまで幅広く網羅しているので、約4005と収録数は類書と比べて多くなっているぜ。そのため高1、高2のうちからちまちま学習を進めていきたいわね。そして書き取り、読み取り、行手形式など様々な問題形式に対応しているので、現代文を使う人は誰でも使うことができるな。収録された語句の意味も漏れなく巻末の作演に収録されているので、現代文に欠かせない語彙力の増強に役立ってくれると思うぜ。実際にどの大学で出題されたかまで明記されているので、モチベーション維持もしやすいと思うわ。では実際にどのように使ったらいいか解説していくぜ。まずはそのまま上級入試漢字の方式に習って実際に手を動かしながら読み書きしていくやり方だわ。このやり方はしっかりそれぞれの漢字の形を丁寧に確認できるので、一番漏れの少ないやり方だと思うぜ。だがこのやり方はとても時間がかかるので入試にまで時間のある高1生や高2生におすすめしたいぜ。続いて付属した赤シートで答えを隠しながら進めていくやり方だわ。効率的には一番いいと思うが漏れが出る恐れがあるので、少しでもあれ？ってなった漢字は書いてみたり意味をチェックするようにしてほしいぜ。最後に大学名が書いてあるので、自分の志望校や近いレベルの大学で出題された漢字のみあるやり方だな。あまりおすすめしないけどマジで時間がないという人はこれでもいいかもしれないわね。一応補足しておくと、上級入試漢字は見開き1ページに50の漢字というレイアウトなので学習計画はかなり立てやすい参考書だと思うな。では最後にこの上級入試漢字の使用をおすすめする人はどんな人か解説していくぜ。おすすめするのは高1生や高2生で漢字を勉強するのが好きという人、漢字での失点を絶対になくしたいという人だわ。やはり収録量が他の漢字の参考書と比べても桁違いに多いので、それなりに漢字を勉強するのが好きでないと途中であって挫折してしまうと思うぜ。また、漠然とこれをチョイスするのではなく、漢字での失点を絶対になくすんだという信念のもとにこれを選んでほしいわね。そして高3生がこれに手を出すと中途半端な仕上がりになってしまいかねないので、他の漢字の参考書の方がいいと思うぜ。おすすめは入試漢字マスター1800、品質入試漢字コア2800、金の漢字の3冊だわ。では最後に上級入試漢字についてまとめていくと、約4005と膨大な収録量を誇る、やりきれば漢字力、語彙力ともにかなり力がつく、だが時間がかかるので高3生にはおすすめしない。やりきるのが大変だけどやりきった後には必ず大きな力になるのでぜひ使ってみてね。次回の日日参考書解説はリアル入試数学。寸大から出ている問題集だけどかなり知名度が低い問題集だわ。入試数学のリアルを追求した他にはない参考書、1A2B の難関大志望者には特におすすめだぜ。通算版の発売も期待したい。それでは次回も、ゆっくりしていってね。